こんばんは。なんか豪華ありがとう、うずしおさん。何これ、今度は何が始まってるの。たまるバラありがとう。金色だ、ゴージャス。何、ゴールデンウィーク、ほんまに、本当にそういうこと。ゴールデンウィークだからゴールデンなの、本当に。ゴールデンじゃなかった、ゴールドじゃん。ひさしありがとう。え、だるまも金色なん。ヒラリハトさんありがとう。まだ起きてます。おー、すごいじゃん。うずしおさんね、なんかイベントして、すごい、めっちゃすごい。ダルパありがとう。うずしおさんたくさん。金色はちょっといい、いいゴールド。いいゴールドしますね。のぶさんハートありがとう。オロノミエさんありがとう。イエイ。まあ、モームさんありがとう。ちょっと金色だと気分が上がりますね、いつもより。カツアツありがとう。金ピカの誰もちょっとお金持ちになれそうでいいですね。今日は調子がなんかね、最近もうありえないぐらい寝る。あのね、昨日の夜は私なんか8時ぐらいに布団に入ってて、9時ぐらいに寝たんですよ確か。でもその前日もめっちゃ寝てるのに、夕方ぐらいまで寝てたのに、マジでありえない量寝てる。サイン会の決済済ませました。ああ、ありがとうございます。メガネがもう楽ちんすぎてね、離れられんよね。あのお仕事の時はね、コンタクトをつけたりとか、まあ、この前もライブ行った時はコンタクトをつけてたんだけど、前は基本的にお家にいる時はずっとメガネしてるから、お家って言っても本当にパソコン見る時とかちょっと見えないなっていう時だけつけるみたいな、ずっとつけてるわけじゃなくて。ケンマンさん誰もありがとう。だからなんかね、ちょっと見えるといいなって思うんだけど、楽ちんだからさ、なんかこうショールームのコメント欄もあのメガネをつけてると楽ちん、つけてないとちょっと頑張って見なきゃいけないから、でもちょっとコンタクトは疲れるし、ちょっとね楽ちんしちゃってますね。今日は大人だった。メガネつけると大人っぽい。ちゃ似合っとる。ありがとう。何でも似合っとるって言ってくれそう。こんばんは。お疲れ様です。火曜日はなんだかね。私はあんまり好きじゃないんですよ、火曜日が。なんでね、今日も生き抜いた皆さんは本当に偉い。私は火曜日が苦手、一番苦手です。一番休みが遠く感じるんですよね、火曜日が。昨日休みだったしで頑張れる派なんですよ。
でも火曜日が一番遠いだから水曜日まで行ったら、まあ、水曜日はちょっと私学生だった頃は終わるのが早かったりとかしてちょっと嬉しい曜日だったし、なんか週の真ん中だしって頑張れてて、木曜日もあと1日行ったら休みだって頑張れてて、金曜日も今日で終わりだって頑張れるんだけど、火曜日うるしおさんタコ10個ありがとう。金色全部金色のやつがあるん、すごいねけど。先が長い、そう一番先が長いのが火曜日頑張れる理由がないのが火曜日だったけん、前は火曜日が一番苦手だった。まあおととい休みだったしでなんか乗り切れない遠く感じる。それにしてはもうね、本当にハルイチお疲れ様15周年つい、いや行きたい、なかなかさももクロさんには触れ合える期間がなくてさ、ずっとパパがももクロのファンクラブ入ってくれてて、なんかそれでライブ一回行ったりとかママとパパが行ったりとかしてたんだけど、その次にお兄ちゃんが入ってたんよファンクラブに。いや入ろうかなってちょっと迷ってる、いや迷ってるんだけどファンクラブに入った方がいい席当たりそうじゃん。私なんか先行発売でファンクラブのだけど、予定もわかんないからちょっと難しいんだよ。どうしよう、行きたいんだよな。でもよるちゃんありがとう、たかさんレイブスターありがとう、だるまわかる気がします。だって火曜日やっぱむずいよね、休み明け女子からお叱り混じりに引き継ぎを見て憂鬱イラつくそうな火曜日で今日も生きて偉いわ、偉いぞよるちゃんありがとう、だるまウィーたかさんありがとう、たこ ST たこちゃんありがとうございます。いい、やっぱ STU のファンの皆さんもファンクラブに入ってると前の方が当たったりするんですか。そうとも限らないのかな、もう聞かない方がいいのかな、どうなんですかね。モーコーのライブでマヤちゃんがめっちゃ家の近くまで来てそうだよ、行ったんよ。じゃああれだね、今も行くから来てくれるのかな、近く近いかな。でもねビッグローズはちょっと遠いんだよね、またこの前の場所とはね。限らん、あスペサポがある、スペサポ、そんなファンクラブのファンクラブみたいなね限らないね。 DMM 最善、それがね一番いいよでもなんか行っていい席じゃないと私結構落ち込むかも。毎回毎回いい席じゃないじゃないですか、行ってもうすごい後ろだったらもう泣いちゃう、もうああってなるけど。でも今はさ、まあ ST はまだやってないけど、なんか歩き系とかをさまた復活できたらまたちょっと近くに行けるよね。確かにチケット取れるだけでもいいっていうのもあるよね。確かにね、集金そんな言い方を文句の会場そこそこ遠い、あ遠い、1時間かかる、本当に。そっか、いやでもなんかレポを見てて、双眼、家から双眼鏡で見てたらなんか顔が見えるぐらい見えたみたいな書いてる人もいて、私も双眼鏡見ればよかった。なんかでも生を見たくて頑張っちゃったよね。コスパめっちゃ言うやん、ちょっと私がそうだねってちょっと言えないから私は
さあどうしたらいい私はそうね、私はそうですね、まあファンクラブでいいんじゃないかなって思うんですけど、STU のファンクラブは月額ですよね。あれ、ももクロさんのファンクラブは年間なんですよ。年間費がかかる、5,000円。 STU は500円弱ぐらいの値段を毎月ですよね。オペラグラス、あ、それ確かに、いやでもむずいよね本当に。なんかそれこそももクロさんもライブの時言ってたけど、双眼鏡ってめっちゃ近くで見てても動くから、てかまあももクロさんなんか4人とかだからまださ分かりやすいけど、自分らこう30何人とか48人とかいるのにさ、よく双眼鏡で追えるよね。追えてないのかな。スペサポね、投稿どうやってやるんだろう。一回したような気がするんだよね。やろうね、そろそろブログとか。スペサポ何したらいいか分からん。何したらいいと思う。スペサポ何しようかな。一旦見失ったら探すのに行くか。え、そうなるよね、やっぱなんか見失うよね。レヌさんハートありがとう。遠くてもスタイルでわかるからいいやん。あーでも確かにそれはねよく言われる。あの背が高いけど一番でかいの探したら大体前早いからって言われる。あの楽チンでいいよって。かもひなちゃんぐらいちっちゃいか、160とか159とかのあの STU は多分その辺が平均身長なんだけど、あの辺をこううろうろしてると一番分かりにくいらしいです。あと髪の長さが似てるとか。ファンクラブは半年と年間とにして、あ、そういうのもある。レニちゃんのインスタで前歯つ、届いたら前歯は死んじゃうからバキュンってなっちゃうから。確かに分かりやすいから言い方でも難しいな。あんまりね定番って言ったら私は基本ストレートおろしみたいになっちゃうから、毎回ついにするか。今日も1日目行ってその後リリーブ行きました。おーいいね、アイドル尽くしだ。いや確かにめっちゃむず、あれ調節するのも難しそう、ピント合わせるのとか。でも意外とねスマホさん多いてか、あの私のコンサートなんか6周年コンサートの感想のツイートよりも見に行ったツイートの方がもうめっちゃいいねも多いし。閲覧数見た、なんか5.何万閲覧みたいな。ももクロパワーすごすぎんか。めっちゃ編み込みとかしてもね分かりにくいよね。茶色とかだったら分かりやすいよ、こうやってネジネジしててもさ。黒髪って超分かんないんだよね。だからさアレンジもむずいくって。スタンディングで、あ、スタンディングはもうね踊っちゃえばいいんだよ。いやそうだと思う。なんか最近はさフォローしてなくてもおすすめの機能があるじゃん、勝手に流れてくるやつ、自分がよく見てるやつ。え、多分ものももクロ春の一大事とかで多分検索してる人の
そのタイムラインに流れてるのか、それともハッシュタグで検索してるのかわかんないけど、めっちゃ見ていただけててなんか嬉しい。土日で福山駅周辺にカラフルな人そうすぐわかるよね。何がすごいかって、まあ全身真っ赤とか全身黄色ピンク紫な人たちって現場で着替えてるんじゃなくて、もう自分の最寄り駅も自分の家、あの私も広島駅ですぐ分かった、あモノノフさんじゃそんな、それがもう当たり前なの。もう靴もそのカラーだし、全身もうリュックとか全部もう赤とかピンク黄色紫なのに、それを家からやってんのがもうすごい。私も次こそは、今回はちょっとグッズを会場受け取りだったからなんか行ってからになっちゃったけど、まやちゃん流れてきた、本当に安山コレクターさんありがとう。推しからピンクに決めるか、なんかね、んーピンクの人多いよね。そうね、でも基本なんかピンクなイメージって言われることが多い。あの瀬戸セブンの時もスタジオの時もハッピとかマントとかを色を選ぶ時に、大体スタジオの時は何も言ってないけどピンクにしてくれてて、そうアーリンが好きでアイドルになったから、そこはちょっとピンクでいきたいと思ってピンクにしてたから、なんかピンクのイメージはあるらしいです。よかったです。ピンクね、みんなピンクでもさ、みんなピンクでってなったらさ、ほらなんかあれじゃん、 STU とか48にはそういうやつがないじゃん。なんかできるだけなんだろう、私服に混じれても恥ずかしくない格好をしてる人が多いから、なんかももクロさんはもうみんな全身もう引くほどカラー色なんよ、全身もう靴もそうだし、カバンもそうだし、 T シャツもパーカーも全部なんかその人のカラーにしてるイメージがあるから。でもそれって昔からそうだからみんな慣れてるけど、急に多分48とかでその人のその子カラーでみたいな感じになると、多分みんながやり始めるまで結構恥ずかしいと思う、慣れてないから。なんかもう昔からずっとそうだから、お家から来ていくのも多分もう恒例になってるけど、なんか基本こっちはできるだけあの前チャックを閉めようとかさ基本こうあまり目立たないようにしようみたいな、まあ、方が多いイメージある。会場で着替えるとかね。だから結構なんか去年の生誕ティーは結構がなんか前欲しいみたいなやつにしたけど、多分生誕ティーとかも着やすい方がいいよねだから来年はちょっと着やすいやつにしようかな、あ今年か、今年は着やすいやつ作ろうかなって思ってます。あでもなんかカープに森下選手がいるから、あの STU の現場であの森下 T シャツ着てる人はなんか特注で作らなくていいから楽ちんだねって確かに
カープのユニフォームでさ、メンバーの名前を入れてる人とかもいるんですよ。あれ多分作ってるんですよね。でも森下選手がいるから、あの作らなくていいっていう、めちゃめちゃいい阪神でもいる私はもう野球選手なのか私は野球選手だな。てかももく、なんかね昔から思ってたんだけど、あのももクロコラボのさリュック欲しい。持ってないんだけど、アディダスコラボとか、あれマジで羨ましい。なんか握手会時代にもさ、結構モノノフさん、前歯がモノノフだから来てくださる方が多くて、なんか結構ねリュックがモクロコラボとか、トートバッグとか、なんかいいなーってずっと思ってたんだけど、いいな確かにココアが、そうだね、でも前半モノノフだからって来てくる、すごくないすごくない。森下選手は背番号何番なんですか。生誕って T シャツ限定なの。そうだね、STU は今のところ生誕ティーだけ。てかもう元は最初なかったからね、生誕ティー作るようになったのって4年前ぐらいかな、わかんないけど、なんか最初なくて、ファンの人が、あの生誕委員の方が作ってくださったあのやつをいただくみたいな感じだったんよ最初。私はね、なんか2年目か3年目ぐらいで生誕ティーを作る制度ができた。いやロンティーがいい私も。アニさんハートありがとう。ロンティーがいいよ私なんか言う、3種類ある。最初がそう黒のサインのやつで、2年目が写真だね、白の写真で、3年目が、あ違う、2年目が紫の前倒しで、3年目が写真だ。で3年目もう年を重ねるにつれどんどん着にくくなっていくっていうデザインのもとでやらせてもらったんだけど、ちょっと来年じゃない、今年は着やすくいきたいと思います。でもなんか生誕ティーってオタティーじゃないですか、オタク T シャツじゃないですか。そうだから去年はもう振り切って別に着やすさにあんまりっていうので、去年と一昨年は多分それであえてその普段使いできる。でも1年目はちょっと普段使いしやすいやつがいいなと思って作ってみた。2021年3年前なんだ。じゃあ本当に3年分か、3枚しかないもんねまだ。 STU が2017年からだからちょうど半分ぐらい
生誕ティーができて半分ぐらいですね。あ、そういえばこの中でなんかヘッドホンとか機械急にお医者さんはいらっしゃいませんか状態なんですけど、あのこれ私がいつもゲームで使ってるゲーミングヘッドホンなんですけど、これなんかずっと使ってたら30分から1時間ぐらいした時になんか爆音の砂嵐みたいなのが聞こえてきて、毎日耳を壊しそうになるんですよちょっと誰かわかんない、これロジクールの G なんとかかんとかっていうやつなんですけど、 G773 みたいな G733 っていう機械なんですけど、パソコンに USB を挿してつなげるタイプのヘッドホンで、 USB 違うところに挿してみたりとかしたんだけど、なんか30分から1時間ぐらいでマジで爆音のザーみたいな、めっちゃ耳痛くってもう本当に死にそうになった。で毎日これを使ってんのいやググったんよ。いいけど、なんか USB を違うところに挿してみるといいとか書いてあって、でもこれを使い始めてもうちょっとで1年なんですよ。だからなんか初期不良とかにしてはなんか壊れるの遅って感じじゃないですか。でも1年でヘッドホンダメになるような、なんかそんな2、3000円のヘッドホンとかでもないし、だから何なんだろうと思ってちょっとね配信で聞いてみようって思ってたんよ。なんかこれでこれをあのパソコンに挿してこれとつながる。私のパソコンが Bluetooth 対応じゃないから何なんじゃろう。なんか私のお兄ちゃんも同じやつを使ってるんだけど、色違いの。レンチンしたら治るかもよって、そんなネットのジョークをネットのジョークをっていうのがもう全然ジョークに対応できてない。マジでこのパーカー可愛すぎるのに、値段が全然可愛くないのにめっちゃでかすぎてどうしようってマジで悩んでる。誰か交換しませんこれバッテリーは割と充電してる、結構頻繁に。何なんだろうマジで、いいやつなのに。あ、私ロジクールアップデートしてないかも。それ関係ある？ボリュームスイッチがあればそこが接触。ああ、これ？アップデートしてないかもしれんな。ちょっとめんどくさくて後でってやってるかも。それあるかな。確かに、やってみよう。ありがとう。なんか有益そう。なんか濃厚説ある。私の幸せパイ持ってる。青ある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 。あの私が作ってるんよ全部持ってんの私が持ってるのね全部アップデートしなきゃね。そう、なんか使いたい時に出てこられたら後でいいやってやっちゃうんですよね。そんなアップデートしないから砂嵐、そう、嫌がらせチクチク攻撃されてんの私。こんばんは、貴重だった、ありがとう。ちょっとやってみるね。でもしそれでもう一回ダメだったらまた
明日ぐらいにあのアップデートしてもちょっと私の耳を壊そうとしてきたらちょっと問い合わせするか。2年保証なの？そうなんだ。保証書あるかな？私そういうの捨てちゃう。昔もあったんだよな。私すぐ壊してさ、保証書はみたいな。いや保証書なくしちゃった。捨てちゃったかもとか言って。よくある。ヘッドホン100均にあんの今。そんな、そうなん？ゲームするのに。こんないいやつ、これいくらだっけ？だよね、もういくらだっけな、これなんかそこそこいい値段だったと思うんだよね。なんかでも今度ロジクール、このヘッドホンと同じところから自分の耳の形に変形するイヤホンが出るんだって。3万2000円ぐらい。絶対ゲットしたい。でもあれゲーミング用なのかな、普段使っちゃダメなのかな。使いたいんだけど。マイハットのオンライン話し会で使用しているイヤホンと交換しちょっと大丈夫。ゲーム用のええやつやねんこれ。18,000。ああ、そう、そっか、いいやつって言ってもって感じだね多分。いやもうね、 AirPods が高すぎてさ、いい値段なんよ。1万8000のヘッドホン使うって結構さ、ちゃんとしてるじゃん。だけどなんか AirPods が高すぎてさ、あのロジクールの3万2000のさやつもさ、あ、安いって思ったんよ。安くないのに。ゲーミング自分の耳にフィットするんだって。勝手に。めっちゃ怖くない？おもろそうと思ってちょっと使いたい。でもちょっとノイズキャンセリングが欲しいんだよね。いやでもノイズキャンセリングされるのか、自分の耳の形に変形するなら。いやなんかね、いい機材揃えてもさ、私が AirPods、 いや AirPods ね、今ママの使ってんだけど、前歯の右耳なくしたんですよ。 AirPods Pro の右耳を。室内でノイキャンいらん、いるよ室内だって、ザーみたいな音してるじゃんずっと。なんかザーとかさ、なんかそういうちょっとの雑音がめっちゃ気になるよ、神経質すぎて。まあ家だったらね、確かにまあ別にいらないんだけど、時はあったら助かるよね。猫耳バンド、猫耳バンドですか、何ですかそれ。しやすいか困る、確かに本当だよね。でもママが全然あのイヤホン使わないの。だから使ってる、ずっと。マジでどこ行ったんだろう私の右耳。落としたのか、多分家にある可能性もまだあるんだけど、ちょっと部屋、多分ねベッドをどけたら出てくる気がする。なんで探さないのかって言われたらめっちゃ大変なの。だからちょっとベッドはどけられないから、まあ引っ越す時かなんかでポロッと出てくるのを待ってる今。ゲームしてたらファングルス、そうなんよ。え、そうなんよ。充電切れる前だったら探せるじゃん。
その充電切れたところが街でちょっと無理、呼び出しもできん、ピピピピって、うん、そう引っ越し待ち引っ越し待ちです。オンライン話し会でもイヤホンしなくてもいけるからね。なんか一応探す機能はあるけど、それは家じゃないんよ。でその場所行ったんじゃけどなくって、でもそこで充電が切れてるからもうちょっと消息がわからん。センターみたいなとこにもなかったし、ちょっとわからん。ひろたんハートありがとう。おっとさんハートありがとう。ねパパに、パパ呼んでね、ネックレスもほどいてもらわにゃいけんのんよ。この前入室直前にイヤホン壊れた。あら、でもなんか時と場合によってはマジでイヤホンない方がいい感じに話せる時もあるよ。あのマイクをこの辺で持ってたら逆にあのボフボフ言っててマジで聞き取れん時があるから、意外とねあの声ちゃんと聞き取れてるので。あでもね本当に人によってめっちゃ声ちっちゃい人もいるの。なんかマイクをこうやって持ってるのにもう待ってかっちゃんタコありがとう。いいタコ、銀タコ、最高ですね。30日オンラインあるの忘れ、あ？あれや？なんだって？いや多分普通に喋ってるのに。だから多分人によるもダメだ、解決にはならん、解決にはならない解決方法が出てしまいました。一番相談した時一番返ってきたら困る返事、人による一番参考にならんやつ。でも私はめっちゃ爆音でもめっちゃちっちゃい声でもめっちゃ聞き取る、回ってる。なんかなんなんやろほんまに大丈夫です。私はもう本当にどんな状況であろうとも基本的には聞き取れるように一生懸命頑張ってるから大丈夫ですよ。イヤホンしたことない、大丈夫大丈夫、いけてるいけてる。前がえあごめん全然聞こえないやとか言ってない限り大丈夫。30日まで山積みしてる労働言い方ね。大丈夫、まだ5日もあるから。私とかもう前日とかにならないとやらないからね。もう5日前で焦ってるのはすごいいいことだと思います素敵ですね素敵ですねって何？そういえば前も30日だなんでみんなかぶせとん？30日どうしたん？みんなどうしたんやんおいおいおい、マイハンに寂しい思いをさせる気なのかみんな。なんで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 、
何なんですか？ナンバの現地写メ会。写メ会しながらオンライン参加するのはどうですか？めっちゃ器用。めっちゃ器用ですね。いいですね。ありあり。君のペンライトみたいになった。ロールさんハートありがとう。サインと7時間メロこちらこそよろどうにかして逃げ回したい。回して、それはどうにかしてか、もうこっちに絞っちゃっても大丈夫です。マイハの現場、現場ではないんだけどマイハに絞っちゃっても全然いいと思います。賢明な判断ですね。労働しながらオンライン参加する感あり、いいですね。賢明な判断ですね。最悪そうしましょう。無理な可能性もあるんでね。これマジで可愛い、買ってよかった。なんかスティーにも出ればいいのに、こういうの。待って、つむつむしたやばい、動かんくなってしまった。つむつむしてる。無理無理無理。どうしたらいい。あ、私ったら天才なんじゃない。え、めっちゃいいんだけどこれ。 STM 作ってほしい。ホテルキーみたいな。めっちゃ可愛い。こんなん大好き。マイハ、16時間。え、何があるん新潟でも夜ちゃん在宅だから、在宅だからね。オーティーさんありがとう。ハート。今回新しいグッズが受注生産になったか、マハの基本でも最高、ありがとう。ホテルキーでかいよね。わかる、なんかこんぐらいあるテルキーのグッズです。カレー愛かい、カレー愛かい何やねん。在宅の辻、え、みんなどうしたん。そんな私がももクロ見に行ったからってみんな揃って、そんな私から離れなくてもいいじゃない。みんなもももクロ見に来ればよかったのに関係ない絶対違う、絶対関係なかったね。あれ、おかしいの。そんなみんな推しに見るなんですって、なんですって。私はももクロしか押してないから。もう一組押してたアイドルは解散しちゃったし、ももクロさんはもう9年の中だからなんか私もももクロしか行かないし、みんなとは違うんだからな
遊園地に行く約束をしたパパに当日派遣された子がそうだよマジで絶対埋め合わせするから、いや埋め合わせとかじゃないんや、今この感情を返してほしいの。暇？暇なの。そうな、そんなもんずっと1時間私の配信じゃないや、お話し会きぐるぐるしとけばいいやん。どこが暇なん？どこが暇なんですか？暇ならツーショットずっと撮っとけばいいじゃん。そんなもうどうもみんな、これこんな良くないよね。13年のなんか、うん、ちょっと負けたなとか言ってられんな。でもそれはまあ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 ちょっと何も言えもそう、もう一組ね、悲劇のヒロインシンドローム好きだったんだけどね、解散しちゃって、推しメンはもう今アイドルやってないからね。知り合いが強い、はい、これだから数年ぶり前半に含む、やばい、嬉しい、ありがとう。よくないよね、本当によくないと思うよくないぞ。まあまあまあいいんですよ、もうあなたに私は必要ないんですね、もう私なんかどうでもいいんだからな、もう私のことなんてどうでもいいんだ、もう私のちょっと役に入りきれんな、もう私のことなんかどうでもいいんだ。福山までのお話し会のパートナーがさやかりんと3期の一人みたいなんやが、いっぱいおいで、ちょっと恥ずかしいから、前はコミュ障やしさ、ファンの人とは話せるんだけど、ちょっと仲良くなるまでに結構時間かかっちゃうタイプでさ、なんかどうしようってなっちゃうから、いっぱい来てちょっとマジでお願いこの前みたいにあのみちょと葵ちゃんみたいなさ、もう同期でめっちゃ仲良くてみたいな人たちはいいんだけど、気使わなくて、てか気使うとかじゃないけど、別になんかウェーイみたいな感じだからいいんだけど、ちょっと本当にどうしようって感じ、ちょっと本当にどうしたらいいか分かんないから、みんながどうしようとか考える暇がないぐらいみんながいっぱい来てください。ほんまによろしくお願いします。あのマジでお願いします。当日抽選、あ、そうな。みんな来てお願い。マジでお願い。ほんまに来てください。あの本当に仕事とかでも来て。マジどうしよう。なんかみちょとかみたいにさ、あーみちょさんだみたいなメンバーでもないしさ、もうどうしていいかほんまに分からん、もうお願いやけん来てください。マジでどうしよう、
絶対あれじゃん。うわ前はかよってなるじゃん。なんかゆみりんとかが良かったなーみたいになるじゃん。ちほちゃんとかマイキューとかみちゅとかが良かったなー絶対なるじゃん。どうしよう泣く。泣いちゃうよ。当日販売なの？そうなの？あれってねえ、もう本当にね、現実逃避でもしよっか。まとめあるの？え、ないでしょ。前はなかったよ。あの幕張？幕張はなかった。なんか瀬戸内。急に？なんで？前瀬戸内巡りか全国握手会、昔はねあったんよ、まとめ出しが。え、この前なかったやん。3期以外はある。ね、急に？どうして？なんで？どうしたん？なんで急に？そうなの？そうなん？ちょっときついよ。そっか。どっちも来るとかっていう選択肢ある？みんな。あの、どっちも来ない？めっちゃ来ない？どう？30日に散財するとか。3時はオンラインです。でもパニックになりました。5月の福山はなめっちゃ来るとかせん？頭がパニックなんですけど、私はもう本当にパニック。13、14だっけ。明日福岡ドーム横。明日は休みだ。行ける。行かない。行けないわ。行けないな。行きたいんだけどね。いやマジでこの距離で見たい本人を。13か。じゃあみんな大丈夫だ。寝れるね、ホテルで。帰りとか気にしなくてもいい。スパルタないよ。はあ、頭に血が上らなくなってくる。パニックで パニックで酸欠になっちゃう。本当え、マジで言っとる。みんな遠いので東京は？もう前はダメじゃん、一人ぼっち。福山は出席確認程度？ねえねえ。そんな体調悪くなっちゃうって。みんな来てくれないと体調悪くなるって。会社付近には徒歩圏内に宿泊施設はない。死ぬ。券ありません。え、券は今からあの当日に取ればいいんだよ。当日に買えばいいんですよ。そもそもないんで。
まだあのえ大阪行く福山は土曜日無理す、いつならええねん日曜ならあるってまあどうしようはあ、みんな助けに来て救世主、みんな助けに来て、願いみんな、もう本当に心が折れてしまうかもしれないじゃん。すごい圧の書き方をしてる私は。レンチャン参戦、おお、さすがです。よっ、どう東京行くの、なんでなんでなんで、私は私より大事な用事があるんだ。そっか、私より大切な、私より大切な子がいるんだ。そうか、そうなのか、ゆかちゃんならしょうがないわ早く言って、それは。ゆかちゃんはいいや、はい、あのまあ大丈夫、みんないっぱい来てくれるって、みんな来てくれるって。でも福山ね、部が遅くってさ、そもそもだから買ってない人が多いんだよね。福山は遠いし時間が遅いから行けないってめっちゃ言われちゃってて、だからね、福山は多分前半マジでぼっちゃになる可能性大でも翌日があるなら、でもそんな今さら先に言っとってほしいよね、そんなんね。先に言っとってくれなきゃ券取れないじゃんね。どう思う？じゃないとさ、だってじゃあそれ泊まりならさ話は変わってくるじゃん。夜帰るじゃなくてさ、そう次の日でいいんだったらさ話は変わるじゃん。そん、そん、そん、今言われねえこんなの、こんなのずるいよね。マハはもともと握手会にトラウマがあるから、隣のファンの人に手を振って誰も返してくれないとか、隣のファンの人手を振ってなんか後ろ見られて、あ誰もいないんだみたいな感じで見られたりとかするしてて、なんかすごいトラウマがあるから、あの人がいなくなったらちょっと下を向いちゃう癖があるんだけど、どうしたらいいもうこれ、こんなんずるいだよ。だって最初から言ってくれないと、みんなはさ、ああそっか前半はこの時間なんだ、じゃあ遅い、夜遅いし帰れないから行くのやめようって違う予定入れちゃってるかもしれない。だってそれだったら、あ次の日もあるんだと泊まって行けるだなってなったらさ、そんなんねこれはもう私は悪くないよマットさんありがとう。誰もだってマハもそういうつもりだったもん。あそっか、そうだよねって、時間遅いしみんな帰らなきゃいけないからってなるじゃん
次の日もあるんだったらさ話は別じゃないですか。その泊まるとか宿泊費もさかかるけど、次の日も会えるんだったらさ、まあ、宿泊費払ってでもまあ行ってもいいかなってなるかもしれないけど、次の日ないのに宿泊してまでは行けないよねってなっちゃう人もいるじゃんな。ありがとう私うしゅうさんハート、ありがとう。エビ様タコありがとう。私も福山でバス乗ったけどマジでバスなかったもんわ、山口と一緒だと思った。なんだ来るじゃんヨルちゃん、なんだよそんな白々しいなかんちゃんありがとう、誰もタカさんタコありがとう。8時間目なの。そう、7時間目と8時間目っていうめちゃめちゃ遅い時間なんだよそうなんよ、福山駅とかもまで行かなきゃいけないし、もう家しかないけんね、あの辺は言い過ぎ。ワンタンさんありがとう。え、でもももクロ春の一大事で、なんかタクシーの運転手さんが言ってたんだけど、なんかまあ規模が違うからあれなんだけど、なんか一番福山で一番近い宿泊施設で倉敷とか言ってたよあの岡山まで行かないと一番近いホテルやばくない？めっちゃすごいことが起きてた。なんか福山にはもう空いてるホテルがなかったみたいなそんなって思ったもん。福山城は駅の真ん前、もう真ん前っていうか もはや敷地内じゃないかっていうレベルです。福山市内で抑える、すごい、そうらしい。なんかタクシーの運転手さんが言ってた。でなんかモノノフさんとレニちゃん推しのモノノフさんがと一緒になんかバス停まで歩いてたんですよなんか一緒になって、なんか地元の方がバス停まで案内してくれて、その時一緒にいたレニちゃん推しの方となんかもうバスを待っても待ってももう臨時便も満車すぎて本当入れなくって、なんかちょっと車通りの多いとこまで行って駅までタクシーで行こうみたいな感じになったんよママと。そしたら私がどんだけタクシー電話してもなんか、あそこら辺はいないですみたいな、ちょっともう空車のタクシーがいないですとか言われて、そなんかそのレニちゃん推しの方がなんかタクシーつながって電話つながってなんか一緒に乗っていきますかみたいな感じで乗せてくれたんですよタクシーに。優しいシャトルバスはなんか前日の時点でなんか2時間待ちとか書いてあって、なんかシャトルバスをで行ってでも2時間待つならバスとかタクシーの方が早くないって思って使わんかったんよ。なんか駅から会場までタクシーで2000円ぐらいだったんだけど、シャトルバスは1人2000円ぐらいだから、往復でママと2人だったらタクシーとか路線バス使った方が安いなと思ってシャトルバスは使わずに行ったんですけど、タクシーみんな乗ってて、もうバスももう本当になんかあーみたいなもう見るからにパンパンで無理だった。でもなんか2日目のシャトルバスはすごくあのスムーズだったって聞いて、あーそうなんだって思ったけど、でもシャトルバスの人と同じぐらいに着いた駅に
そうで、そのなんかレニちゃん推し、同じタクシーに乗ったレニちゃん推しの人 もう全身紫で、いかにもレニちゃんだと、カラコンもマジ超紫で、でもなんか1ヶ月前でカプセルホテルでギリギリなんとか空いてたレベルって言ってたよ。カプセルホテルで 1ヶ月前でギリギリってすごくない？もう私カプセルホテルわかんないけど、カプセルホテルって楽しい？どんな感じ？なんか狭いイメージあるけど、私結構狭い空間好きだからな。カプセルホテル泊まってみたい。楽しくないの。あられちゃんみたい、本当に。はい、ちゃ。あ、倉敷良かったって。そうなんだ、やっぱそうなんだ。今日も可愛い、ありがとう。隣のいびきで寝られん。あ、そうなの？カプセルって男子専用。あ、そうなんだ。前八はカプセル好き。分かってるじゃん。秘密基地みたいな話。え、そうだよね。前もそっち派。なんかずっとそこで寝るのはちょっとあれだけど、その1日とか2日ならちょっと行きたい。女子用もある。行ってみたい。まあでも確かにカプセルホテルで泊まるなら普通のホテル泊まりたいけど、費用を安くしたりとかするんだったら、あのカプセルホテル泊まりたい。カプセルは酔っ払うと上の段の階段聞ける。酔っ払ってカプセルホテル泊まらんといて。ドミトリーってなんや。隣同士は1枚。あー、でもそれちょっと苦手かも。なんか前めっちゃ気遣いやから。めっちゃ気遣いなんですよ。マイハのファンの人は知ってるかもしれないけど、なんかちょっとでも物音出したらやばって思っちゃいそうで、ちょっと嫌かも。キャンピングカー最高だよね。弊社ダメな方あんまり。ああ、なるほど。広島に多い。広島はだって家があるけ、ねんもん。神経質。そうだね、人のに関してはあんまり思わないんだけど。テレビあるん？めんどくなったの？それはやめよ。もうカラオケでもええけん入って。それはカラオケでも、ネカフェでもええけん入って。ドミトリーって何？扉ついてない。でもマジであの人から聞こえる音は大丈夫なんよ、少々だけど。ちょっと自分から発する音はマジで最小限にしたい派すぎて。野生なの？野生だったら野宿すん。あ、同じ部屋で。ちょっと人とは暮らせないから私。ちょっとあれか、なんだっけ、シェアハウスみたいな形式のやつだ。めっちゃ安いんだよね。なんか寮みたいななってるとこだよね。私は無理かもそれ。気にならない人はマジでいけるよね。でも私はちょっと無理かもしれないな。いや、無理かな。私もそれだったら野宿するかもしれない。ごめん、ちょっと嘘。カラオケ行くかも。カラオケで寝るかな。知らん人と部屋共有は結構きつい。もうなんなら私、知ってる人とでもちょっと苦手。3000円切るの？それはちょっと迷うな。でもカラオケの方が安くない？でもカラオケ寝る場所じゃないからな。3000円。でもまあね、その1万円安くしてその分グッズにって思ったらまあわかるよね。
気持ちは。グッズとかさ、まあ、ライブその遠征費用としてホテルをちょっとでも安くって思うのはマジでわかる。メキシコ人で英語で軽く会話した、すごい。英語喋れるようになるんちゃう毎日。ハードル高いからね。大好き。あ、なるほどね、確かにそうだよね。みんな知らない人同士でもなんか2人とかでさ行くならちょっと行けそうじゃん、友達と。ヨッシーさんありがとうだるま。あ、でもそうだ、私もさ、あのなんだっけ、あのね、どこでもいいけん家じゃない場所に泊まりたいって思ってホテルを探したよ、広島の。それがあのドミトリーだったと思う。めっちゃ安って思ったらそうだった。名古屋の地下鉄でベトナム人に囲まれてそうだって怖い、その譲られ方。福ちゃんに勧められたから、快活クラブ、快活クラブいいよね。鍵付き個室もあるし、飲み物も飲めるし、シャワーもできるし、漫画もあるし、アイスもあるし、最高なんだよね。広島でオンラインチェキと車の鍵、それは泣くわ。寝カフェ最高なんだよマジで。寝カフェいい。あの学校の課題とかよく寝カフェでやってたけど、私めっちゃ寝カフェだとなぜかめっちゃ進むの。めっちゃ最高。見つかったの？よかったね、マジでよかったね。私オンラインチェキなくしたらマジで悲しすぎるわ。確かに泣いちゃうね。よかったねって。快活クラブはマジでいい。快活クラブって鍵の方が大事？確かに。え、快活クラブってさ、鍵付きの個室で寝たとしてさ、その朝まで寝たらいくらぐらいするの？私あんまり長時間いたことないんだよね。名古屋駅前でカンボジア人に募集、募金強制させられて1500円。なんでそんな外国の方と出会うの？飲み足りじゃないか不安になってきた。大丈夫でいけるよ、強そうだし。なんか夜ちゃんはちょっと怒らせたらいけない感ある、あの初見で見たら黒いから。ドミトリより快活ゲストだって最高じゃん。2000円、嘘でしょ。結構行くくない？でももうちょっと行くくない？なんか山賀グラビアの衣装を着てどう思いましたか？なんか私だけ露出多くないって思った。12時間で3000円。あ、そうなの？意外と安かった、思ったより。5000円ぐらい行くんかと思ってた。へえ、じゃあめっちゃいいじゃん。え、もう寝カフェ良くない？マジで最高だと思う。ドミトリーとかよりいいんじゃない？カプセルホテルよりさ、鍵付きだったらさ、壁もしっかりあるし、ドアもあるよ。それは確かに嬉しいんかい。ね、急なタンクトップだった。私だけ急なタンクトップ。なんかお嬢様のベッドのなんだっけ、あれ天蓋ってんだっけ、みたいな布だった。レースのカーテンみたいな。で中はなんか こんなんとなんかショートパンツで。12月の外だよ、あんなすがすがしい顔してるけど。えって思って、え寒くないとか。
や、なんか一緒に行ったのがリオツンとリネタンだったんよ、その日一緒だったのが。なんか二人とも布を着てるのに私は布を着てなくて、なぜだって思った。だから予告がすごいエッチだったよね、なんか動画がね。なんか私の動画エッチじゃない？なぜ？まあまあいいんですよ。まあいいんですよ、別に減るもんじゃないから。あの、まあいっぱい見てください。あのヤンマガ選抜入りたいんで、はい。あのそっから何かにつながったらいいなって思ってる。なんかそんなにグラビアをやりたくないとかはないです。あのあまりなんかそう、なんで水着になるとかはちょっとおーってなるけど。よしです、ありがとうタコ。なんか水着でとか、そのコンプライアンス的なちょっとギリギリな感じのやつはちょっとなんかめっちゃやりたいですみたいな感じではないけど、水着の選択肢ないやろ。ないやろ急に。だけどまあそっから何かにつながるなら、まあなしではないけど、でもなんか生涯私の人生においてその水着の写真が一生残るっていうのがちょっと悩みどころだよね。芸術性があるボケ、そうね。なんかね、うん、まあ確かにね、なんかグラビアってなんか私はすごいなんかちょっとエッチなイメージがあったから、そのなんかそのすごいセクシーじゃなくて、うわ綺麗な写真だなって思えるなら割とそっちの方がいいかも。マイハッチの水着みたい。いや、うん、いやでも今回のそのヤンマガとかなんだろう、その STU とコラボしてるヤンマガって別にそういうなんかエッチなやつじゃなくて本当にその露出をとかじゃないから、別に私もそういうつもりで撮ってないし、多分そこにいた誰一人として多分あのそういうつもりではないので、だってリネさんに私「水着着ないんだ」って言ったら「え今回そういうのじゃないですから」って言われたもん。水着グラビアはね、それはなんか生涯で回るって考えたらちょっと恥ずかしいよね。その私の子孫たちがなんかその
前張ってひいおばあちゃんなんだとか言いながら水着グラビアの写真出してきたらめっちゃ恥ずかしいもん。わかる、私も蜷川実花さん大好きだから撮影していただきたいですかね。ゆずみたいに世界、いや、ゆずはさん持ってないのよ。物がないから、そう、もう誰からどう見てもこれはやるべきっていうものじゃないから。ありがとう、優勝、あ、優勝ありがとう。え、ないの、ないないやん。ないやん。ないですよ。だって前は腹筋も割れてないし。加工技術で作ってもらうってこと？見たことないか分かって、そうだよね。ないっすよ。なんかメンバーにはなんかあるって言われることが多いけど、あれあるように見えてるだけで錯覚なんですよ、あれは。ただの錯覚でないんですよ。そうね、そうね、腹筋は作れるよね。自分で山谷は作れなくてもお腹の山谷は作れるもんね。コンフェッション、コンフェッションの時は一番太ってた。コンフェッションの時はあんない時でしたね。あのボンだった、お腹がもうボンって感じ。最悪シャドウ入れた僕め。ひどい、ほんまに。コンフェッションの時マジで一番太ってた、ひどかった本当に。だから2日間ぐらいなんか食べてなかった、ご飯を。ゼリーしか食べてなかったのに、なんかその明日本番ですっていう日の夜にちゃんとご飯食べた。一番太ってたから、こっちはいいかったかもしれないけど、お腹がもうぽっちゃりすぎたね、あの時は。何の話？本当に何の話なん？これは。それで体重に比例しますから、体は。やっぱり痩せてると肉は少なくなりますから、どこもかしこも。太るとどこもかしこもつくので、基本的にはね。何の話なん？写真集出しませんよ。いや、出せたら素敵だなとは思うよ。アイドルやっててさ、写真集出せるぐらい成長できたら素敵だなって思うけど。高橋さん偉い。めっちゃ偉いって言われてる、ありがとう。そうなの、基本的にはね。だから一回太って筋トレで痩せるとかしたら、その保ったまま
その体を引き締めるとかはできるかもしれないけど、基本ずっと細いまんま、あんまない、あんまないんじゃないかな、わかんないけど、ないからな私が。ケイセキさんありがとう。でもちょっとね、ちょっとさ、あの恥ずかしい。でももしこのヤンマガグラビアで選抜に入って水着ですよって言われたらやるけど、やるんかい。でもね、今回は全メンバーが対象になってるってことは多分水着はないと思うんだよね。だからだけど、まあ目指すけど目指してるけど、基本18歳とかじゃなかったっけ。だからね、でも多分今回のヤンマガグラビアが18歳以上のあのその企画じゃないからね。でもあんまりさ、なんかそうやったことないから、あんまりなんか新鮮だった。本当に写真集撮ってるような気持ちだった。暇なビキニなんてバカ言うんじゃないよ私マジで水着、今まで着てきた水着、本当になんか謎の私服みたいな水着ばっかりだったよ。BLT、 あ、ありがとうございます最近メンバーがよく出て、スクール水着はめっちゃおもんないと思うけど、マジでおもんないけどなんか太ももの半分ぐらいまであるズボンにあの長袖のやつ着てた小学生の頃ね。中学校ではプール入ってない、マニア、いやマニアとかじゃない、誰もおもろないやつ。いやもうなんかスパッツとかでもない、なんか割となんか普通な感じピチッとはしてなかった。多分ほんまに誰も面白くないよ、あのガチで面白くないスクール水着着てた残念やろ。プールサイドのジャンプカット、ああありがとうございます。あれね、良い良いよね。いやなんかピチってしてなかった。いやするか、するけど、なんかそんなんか本当にマジで本当に思んない友達はすごい可愛かった、なんかちょっとスカートがついてるみたいな、多分みんなが想像してるの子もいたけど、私はマジで思んないやつだったな。いや、なるちゃんはね、同じ小学校じゃないよえ、なんか本当に男の人が履くレベル、あの男の子でも履けるような水着だった、私の水着は。
に、あの長袖謎の日焼け対策でもずっとね長袖着てたね。あのスクール水着じゃなくて普通に遊びに行く時の水着とかも持ってたけど、あのマジで面白くなかったねあ面白くないなって今考えたら思う。なんかもうちょっと面白い水着着ればいいのにって思った。でもなんかちょうどさ、それこそさ女の子でいうさビキニとかを着る年頃で、私はその水着を着てないから、あの中1から必要に入って、その中1からプールとか行ってないし、中1からどっかその遊びに海に行くとかもやってないから、なんか大体まあ高校生ぐらいからじゃん、まあ、早い子は中学校から着る子もいるかもしれないけど、まあ、そのなんかちょうどみんなが好きそうな水着を着る年頃の時はもうSTUにいたから、で遊びに行くこともないから、でもさ一番、ま、もう本当になんか4歳ぐらいの時になんか一回着てたっぽくって、私ビキニみたいなやつ何を隠してるんだろうって思った逆に2歳とか？マジで何隠してんのって感じじゃない？なんかついてる意味あるのかなっていうぐらいなんかね、昔の動画とかを家族で見返すことがよくあるんですよ、森下家は。あれ誰チョイスなの、あれ。なんかみどりじゃなかった？ピンクだっけ。ケイズキさんタコ10個ありがとう。2、3歳、ちっちゃい子ってビキニが多い？なんかいいやつそれ、大丈夫？だちっちゃい子は。なんなんじゃろうね、ちっちゃい子はさ可愛いじゃん。それでなんかそれを見てさ、なんかドキドキはしないじゃんあ、かわいい。前に乗せてなかった。いや乗せてないと思う、さすがに乗せてないと思う。ちょっとコンプラだなと思って。なんかでもそれ以降の水着はほんまに全部なんかママが結構可愛いの好きなんよ。いや多分可愛いの着させようとしたけど、ワイハが多分嫌だって言って、なんかね私服みたいな、なんか私服の T シャツみたいな、なんか T シャツ水着素材の T シャツみたいな感じのと、なんかショートパンツみたいな柄の水着みたいな、ほんとなんか私服っぽい水着を好んで着てた。それになんか長袖なんか英語がいっぱい書いてある長袖を着てた私。写真はあると思うけどちょっと見せたくない結果なんか、うわ、多分昔から長袖着るよね。なんか前はって日焼けをすごいするの、あの赤くなるタイプじゃなくて、もうなんかほんと吸収してそのまま黒くなるタイプ、皮とかむけないみたいな、なんかほんと
当たったらそのまま黒くなりますみたいなタイプの人で、めっちゃ日焼けしやすいんよ。キューさんありがとう、ハート。そうだからずっとなんかその時からもうすぐ黒くなるから。でもなんか女の子ってやっぱ白いのが可愛いみたいなので、ずっと白くなりたくて、がゆえかも、ずっと長袖着てる見たい。ダメだよ、ダメだよ、なんか危ないから。あ、危ないしなんか危ないし。ちょっと危ないよね、やめよう赤くならないのでやめちゃう。でも赤くなってさ、そのまま白く戻る人もいるんだよ。私はそっちが良かった。でも確かに皮がむけた経験がないんだよね、でも今まで。それで言うと、まあ確かにその日焼けとか気にせずお外、まあでも分かんない、そこまでしたら顔むけるかもしれないけど、今まで皮がむけたことはないから。もうダメじゃん、夜ちゃん星しかない。どうせロリコンって書いてるんでしょ、知ってるよだって NG ワードだから。テニス部のくらい、そうね、そうそうそう。反省してほしい、ほんまに。星になる理由をしっかりと考えてまあショールームはなぜそこでっていう NG ワードの時あるんですよ、確かに。絶対そうじゃないのはわかる。これは絶対星になるべくしてなってると思ってるから、本当もう一旦コメント中止でお願いします一旦中止。じゃあいつもみたいに早く寝ないからこうなるんだって。多分もう深夜テンションに入ってる。寝なさい夜ちゃんって名前なのにさ、マジで早寝早起きだよね。寝なさい、本当に早く寝てみんなこの人危ない、酔っ払ったままぐらいの危機感ある。ちょっと今酔っ払った時のママが何を言い出すか分かんない時の怖さがあるおやすみなさい、しんどいめっちゃ面白い。みんなで寝かせよう、夜桜さんを。いやマママジで住所言いそうだもん言わんと思うけど、ママと同等。そうね、ちなみに前橋さんが言ったワードではない。そうだろうね、ロリコンなどとも星1個になるよね。なんですかね、変態ロリコンとかですかね絶対違うくて。うわ、ロを口にするっていう、そんないつ使うんだよ惜しい、惜しいちゃうねん、寝ろ寝なさい、もう寝てください。明日起きれないですよ、明日は水曜日なの、まだ週の半分なのに
そんな裏技を教えてくるのがどうかと思うわ。その回避方法を知ってるってことは多分今までに勉強になった機会があるんよ。ほんまに治安が良くないぞ。治安が良くないな。ヤンマググラビアの衣装どう思いましたかってコメントしてきた人は多分もうおらんし、ほんで。広島で新幹線飛ばしたね、今日ね、なんか2時間ぐらい飛ばしてたね。私もこの前東京から広島帰るとき2時間ぐらい遅れて広島に着いたんじゃけど、1日で10時間新幹線に乗っとった。タオルはなんで NG なんだ、なんで。それはライフハックってやつだじゃないよ。貝袋くらい、まあでもそれでなんか あったよりはさ、いいんじゃないですか。私はもう新幹線止まってイライラとはあんましないから。何だったんだろうね、本当に。お土産だったらいいね、ただ。なんか、何でもなかったらいいし、なんかあったんだったら、なんかあった前に止められてよかったじゃんって思えるタイプだから。そうね、G7 サミットとかもあるし。まあでもそれじゃなかったらいいんかみたいな話になるとまた別なんだけど。でもさ、なんかお土産って明らかに分かる紙袋だったらそうなるかなって思ってさ、何なんだろう。なんか紙袋の中身がね、まあ、ちょっと何だか分かんないけど、なんか特に何もなかったようでよかったです。なんかまあ私はね、ただそれがさ、なんか なんかそれがさ、マジで本当に急用でさ、まあ、セブンおばあちゃんの命が危ないとかでさ止まったらさ、もう本当に何してくれてんねんってなる人もいると思うしさ、他の急用とかあったりするとさ、まあ、止まったらってなるけどさ、まあ私はこの前新幹線止まった時は普通に仕事帰りだったしとかでさ、なんか自分の人生が2時間遅れたことで、その本当に大切な人がとかじゃない限りはいいんじゃないかなと思うけど、絶対中にはそういう人もいるから、何してくれとんねんとはなるけどね。なんでやねんってなるけどね。でもなんか結局中身が食品とかだったら2時間も止まんのかな、なんなんだろうね。もみじまんじゅうは美味しいよね、わかる。何だったんだろうね結局ね。まあでも遅れはあったものの、なんか特に何もなかったそうだし、よかったのかな。そうね、ライブを見に行くで2時間遅れたらだって終わるもんね。まあそれは確かに嫌だね。でも新幹線止まるんだね。それであの線路に何かがとかじゃなくて、駅のやつやもんね。新幹線止まるんだって思った。
だるいとかって言葉間違えとるわ。だるい間違えとる。危ないからね。新幹線遅れまくって今で帰れませんでした。あーあ、そっかそっか、広島駅に止めちゃダメなんだ。そうっすね、そうだね、確かに。もう私は広島駅から違うところに行くことしか想定してなかった。私はなんておバカなんだ。忘れ物で届け出してた。嘘。まあでも爆発しなくてよかったです。まあでもいろんな人がいるからね、本当に新幹線乗ってる人も一概に良かったとは言えない。それで何かが変わってる人もいるかもしれないから、私はそこまで気を使っちゃうタイプだから良かったとは言えないけど、まあ正常にね動くのが一番ですけど。爆発しそうな、どういうこと、誰が。まあでもなんかじゃ普通の何気ない一日でさ、その良くない出来事が起きたらさ、ああそっかってなるけどさ、めっちゃ楽しい思い出の帰り道で良くない出来事が起きたらさ、うわーってなるよね。なるし、これはちょっとこの地球は私の人生だけじゃないから、覚えること多すぎて難しく、私か、私はある、ありますかって書いてあった。あります。コンサート前とかよく爆発します。するんかい。広島行くとジェパーとかに止められてブルーな気持ち。ダメだよ、ダメ、安全に来て。もうほんまにパトカーに止められる、まあ、スピード違反なんかなんかは知らないけど、事故したらマジ来れないからね。食らうには気をつけろじゃないけん、ほんまに自分が気をつけ。ワンタンさんありがとう。だるま、それがパトカーに止められて注意されて終わるとかだったらまだいいけど、もしね事故でもしとってみ、これんだよ。何よりも安全に着くことが第一優先やから。しかも自分だけじゃなくて違う人の人生も終わるかもしれないんだから。ちゃんとしてくださいよ。ナンパじゃない。お花畑か、頭ん中が。ダメ、みんな安全運転してよ。みんな経験済みなんやな、しっかり。反省してくんない？反省してくれないから。お兄さん急いでどこ行くのって聞いてくるよ。マジでナンパじゃん。握手券10、ほらもったいない。たった数十分のために。お金を払うなんてもったいない。もうそんなん
元も子もないやん、そんなことにお金払って。もうね、もうね、1時間2時間もうね、信号無視する人とかも超思うけど、そんなん今のその数秒で何が変わるんで、変わることもあるよ、まれに。その赤信号を渡ったことでその車が直撃してくるのを避けられたとかだったら、まあまあ、その奇跡の救出劇になるかもしれないけど、そんなそんなさ、たったたったまあたまあ、されどとは言うけど、そんなね数時間です何が変わるのって話じゃん。そんなことより安全に帰ってほしいし、来てほしいから頼むよ。そんなんでお金払ってほしくないし、事故にもあってほしくないし、自分が生きてても相手が亡くなる可能性もあるんだからね、みんなしっかりしたよね。こうやってみんなが事故で死んだら前歯が悲しいじゃん。前歯のために安全運転でお願いしますよ。年取ってから使わない。起きとったんか。一時停止と心外、そうだよ、しっかり止まって。いや悲しいだって、そんなんでさ事故してさ意識不明になりましたって、そんなツイートもできないじゃん。ツイートでさ、オタやめますならまださ、あ、やめちゃったんだってなる、元気なんだってなるけどさ、そっからピタッて止まって何もなかったら怖いじゃん。え、どうしたのかな、大丈夫かなって。ただただ前歯のことは嫌いになってやめただけならいいけど、これでもし事故とかして亡くなっとったら、うん、どうしたらいいか分からん、前歯も。それが他のオタクさんのところに情報が行ってさ、前歯まで伝わるならまだいいけど、このままさ誰のところにも行かずさ、みんな連絡が取れないんだよねってなったらさ、嫌じゃん。私ね結構ね、あのオタゴ辞めるなら何も言わずに出てってほしい派なんですよ。あの今日で辞めますとか言わないでほしい派なんだけど、なんか元気かどうかは言ってほしい。生きてるかどうかぐらいは分かるようにしとってほしい。あのツイッターのアカウントを動かすとか、転生先でもしっかり動かして、いいねとかだけでもいいから、誰のでもいいから、生きてるかどうかの生存確認だけはしといてほしい、うん、いやその後はマジで気にするよ。マハのファンの人もマジで誰も連絡がつかんくて、大丈夫かな大丈夫かなってずっと思ってたけど、なんかしたらなんか事故して病院にいたとかあったし、それで生きてたからその後の話は聞けて会えたしよかったけど、こうもし会えてなかったらさ、もうそのままもう一生会えないかもしれないじゃん。オタクを大会ならいいんだけど、人生から大会するときは一言言ってほしいから、一言言えないか。だからさ、なんとか してよ。あのせめてオタを辞める時とか、その生きてるよっていうことは伝えてほしいから、ツイッターを止めるとかはあんまりしてほしくないかも。だからもう本当になんか去年の何月からいいねもしてないし、リツイートもしてないし、なんかフォローとかのなんか欄も増えてないとかだったら、マホ超心配するから、他のファンの人に聞いちゃうぐらい心配するから、あの動かしといて、もしマホのオタをやめてもか、赤を移動したら移動しましたって書いといてほしい。移動した先でちゃんと動かしておくとかにしてほしいか、あの他の仲いいファンの人とかに、あの前歯のオタはやめるけど元気だからねっていうのは伝えてほしい。元気だったらいいの。もうね、ほんと怖い。あの何も言わずにツイッターが動かなくなるとか。だからあのやめるときは言わないでほしいの、オタをやめるって、あの悲しいから。なんかその別に前歯の
オタをやめますっていう、そのなんか理由があってやめるときは言ってほしいの。なんか別に嫌いになったわけじゃないけど、しょうがないくやめることになりましたとかは報告してほしいんだけど、その嫌いになったとか愛想つかしたとかでやめるんだったら言わないでほしいんだけど、その生きてるとか元気かどうかだけは知りたいから、そのそっと消えてツイッターで違うアイドルのとこ、ことをいっぱいいいねするだとかはしといてほしい。そう、みんなとはリアルで、まあ、リアルでっていうか、そのさ家族ぐるみで仲良しとかじゃないからさ、そのみんなのことがさ、そのネット上でしか分かんないじゃん。まさぴょありがとう、たこじっこありがとう。だからね、ちゃんと言ってほしい。マジでもう本当にマハのことを嫌いになった人でも、でも一回でもマハのことを好きになってくれた人のことはマハは絶対にずっと思ってるから、本当に命の危険を感じさせるようなツイッターの消え方とかはしないで。マジどんだけ悪口を言われても、どんだけアンチされても、いなくなったら心配するから。頼みますよ。マイハのことは嫌いになってもいいから。いいくないんだけど、マイハのこと嫌いになったとしても、そのしれっとツイッターを続けといて。まさぴょまたありがとう、タコありがとう。なんか引いてんの、ガチャ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 。守護霊増えそう。こういうこと言うから守護霊が増えるのかな。守護霊増えるのいいこと。いや、みんな死なないで。マイハちゃん家の壁になりたい。結構めんどくさいと思うよ。なんかわけわからん時間に電気ついて消えると思う。あ、背後霊はいい、ちょっとめんどくさそうだから守護霊でお願いしたいかも。背後霊はちょっとだるそうではある。壁になりたいは初めて聞いた。いや、私も初めて聞いたよ、びっくりしちゃった。マイハの部屋の椅子がもう限界を迎えそう。あの、こうやって背もたれに背もたれたらなんかガガンってなった。さっき人を守護霊マーク、いや、ヨルちゃんマークのこと好きなの。マイハはすごい好きじゃないのに。その椅子多分前世の時、マジか。マジか。なんだかんだもう3年使ってるんだ、意外と。この椅子4年、3年、4年、4年かも。違う、3年か。リクライニングじゃないのにガンガンってなった。あの、六角のやつでこう締めなきゃいけないんだけど、六角がないんだよね。どっか置いたんだけど、どっかに置いたのを忘れちゃった。シティアと共演を、いや本当に、前はももクロさんの4人と、一番の理想形は私がももクロの曲をももクロさんと一緒にやるのが理想形、5人で。まあでもそれは多分無理だと思うから、あのももクロさんとライブを一緒にするとか、ももいろ歌合戦とか、もうそれで私の人生悔いなしです。メガネめっちゃ可愛い、ありがとう。言ったんよ、ももクロさんに勉強合宿させてくださいって。それはちょっと難しいじゃん。それはあの事務所同士でやってもらわないと。そう、もう3日でいいから、ももクロさんと一緒にあのレッスンとかして勉強したいですって言ったんよ。
下心満載で。ちょっとお勉強した普通に。もうそれも確かにあるんだけど、下心バレてたのかな。でなんか一緒にライブしたいんだけどバレてたか、くそ。でも多分前歯が予想以上のものの筆でびっくりした人たちがいっぱいいるんじゃないかなって思ってる。なんか私も自分がこんなにものの筆だと思わなかった。いや思ってたんだけど。ヨッシーさんありがとう。いやもうね、それができたら鈴木の車買うか。免許持ってないんす。鈴木ね、招待してもらうか。かっちゃんありがとう。ラブレター、ありがとうございます。いやもうこれはね、もう本当に前原がももクロさんと共演できたら、その一人じゃなくて4人と共演できたら、もう私この人生に悔いなし。本当に何の悔いもなく私は生涯を終えることができます。下心しかないんだよな。でももう思い残すことはない、そこまで言ったらね。今のところはね、その共演する頃にはもっと変わってるかもしれないじゃん、その心意気が。今は今はもう本当に、もう今っていうかもう STU に入ってから今日この今まではさ、本当そういう気持ちで やってるよ。でそれだけじゃないんだけどね、そう最終的な目標としてももクロさんと共演できたらもうやばいよねっていう、逆に共演するまでやめれんよねまである。ST 入ったのも同じ業界入ればワンチャンあると思ってたか。当たり前やろ、そこしかないわ。そうそうそう、5割です。5割アイドルになりたかった、5割ももクロさんと共演したかった。いやももクロになりたかったんよ。でもそういうグループじゃないって知ったから、じゃあ違うアイドルでもそこと並べるぐらいしたいなって思ったのが本当です。なんかその事務所は違えどアイドルになったらいつか一緒にライブができる日が来るかもしれないとは思ったよ、正直。いや STU でもいいかとは思ってないよ。そのなんか STU1 期生だからどういうグループかも分かんなかったし、でもどうだろう、私が多分あの時まだスターダストのオーディションを受けてなかったら多分私 ST 受けてないかもしれないし、受けてたかもしれないけど、なんかもうねスターダストさんのオーディションには落ちてたのよ、面接って落ちてたから、なんか割と振り切れたかも。そうなんよ、アヤカーニバル。スターダストのオーディションでさ、なんか
スターダストのオーディションで本当はやろうと思ってたことと全然違うことしちゃったの。なんか本当は全然違うことしようとしてたのに、急にももクロのなんだっけな、行くぜ怪盗少女をやったのかな。そう、なんか怪盗少女の感想でかなこちゃんとかしおりんがやるなんかちょっとアクロバティックなやつをももクロを見てできるようになったのね私。でそれでめっちゃ練習してできるようになったんだけど、それをいっぱいいっぱい頑張ってできるようになったんですっていうのを言おうとしたのに、なんか当時小学生、小学校3、4、5年生ぐらいかな、で、あの、そういうのをパパと一緒にね、こう言おうねみたいな話をしてたのに、急に怪盗少女を歌って踊り始めるっていう変なことをして、パパに、え、なんかさ、怪盗少女やったって言われて、で外に声が聞こえててめっちゃ歌ってたからパパに「え、改造したじゃん、なんかノリでやっちゃったわ」とか言って、ああいやめっちゃおもろい、急に何か見ました、あそう、勇気、そう死んだかと思って、この前までは死んだと思ってました、半分諦めてた、生きててよかったですっていう話をしてた。なんか鼻が赤いんだけど、鼻が赤いんだけど、なんで抑えていこう、こういうのは。かなこちゃんも念入りにストレッチしないと、いやそうだよね、いやそうだと思うよ、無理だと思う、エビ反りなんてもうなんかもっと赤くなったくないなんか鼻でかくないっていうか、すごい嫌な気持ち。ダンスも笑顔と歌声でってやったんよ、その時急にとっさの判断で、それが多分間違えてた、いや多分やる前から多分落とされてたと思うけど、でもまあそこで落ちてたから振り切れたよね逆に。でも他の事務所もね受けてたんですよ、もうちょっと前に。大人の反応、あ、なんかね優しそうなお姉さんだったけど、まあその時は私たちのグループ面接5人ぐらいいたんだけど、そこで受かってる子はいなかったけど、受かってる子って隣のところにいたんだけど、なんかそこになんか受かったであろうめっちゃ可愛い女の子がいて、なんかすごいショックだったのを覚えてる。受かってもエビじゃ、いやなんかね私はその時はももクロにならなきゃ意味がなかったよ、その同じ事務所に入ってもももクロじゃなきゃ嫌だったし、ももクロじゃないならいいっていうレベルだったけど、まあでも同じ事務所のだけめっちゃいいよねと思うけどね。でも結局どっちにしてももともと芸能界には入りたかった人だから、多分 STU で落ちてもどこかしらのオーディションでやってたの、ももクロ追加募集なんかしてないただのスターダストの事務所のオーディションだった、あのももクロメンバーとかじゃなくて。でもなんかそう受けて受かったらももクロに入れると思ってた前のこと嫌いになってない、よかったです、それは全然いいんですよ、生きてて、生きてればいいんです、別に。地下アイドルとか受けてない、なんか事務所のオーディションばっかり受けてた。なんかどこだっけ、ペコちゃんとリューチェルさんの事務所とか、なんかとりあえず九州らへんであるオーディションは結構受けてた。なんかあ、でもそこしか受けてないかもしれん、3つ目とかじゃないそう、事務所のタレント募集みたいな感じで
なんかスターダストは全員面接してくれるやつだったんよ。で九州福岡かな行って、でもう一個行ったのもなんかその時はなんかしあの紙あったけど、そこも事務所の面接でなんか行った。STU はいやなんかね商業施設に入ってた、なんかそのオーディション会場がなんかイオンモールとかのところになんか特設会場みたいな感じでオーディション場が設けられてて、そこに行ったって感じ。そう誰でも受けれる。多分だから3ぐらいじゃない、その STU 受けたのが。だから受かると思わんかったんよ、超軽い気持ちで受けて。あの無理しちゃった。二次面接で受かった時にえって思った。そうって思いました。なんか後にその規模感を知るわけ。STU に受けた人が8000人いますよとか。そっから山口会場にいたのが何人で。で2時から絞られたのが何人でっていうのが、あのめっちゃお腹鳴ってるわ今。なり方やば。それでびっくりした。そう30人ぐらい、なんでだろうね、なんで受かったんだろう。でも普通に落ちてたら未だにオーディション受けてるか、普通に勉強して友達と遊んでるか、どっちかですね。普通にダンス続けてると思う。センスある。いやなんかでも絶対落ちたって思ったのが、なんか最終のオーディションで、まあこれ YouTube とかに残ってたりするけど、なんかグループだなの、そこもなんか10人ぐらいまでの人が一緒に受けてみたいな、私3番だったよ最終オーディションの時の番号が。で10人ぐらいの人までが一緒に受けてたんだけど、みんな、ま、歌って自己紹介して歌って、なんかダンスの審査はダンスの審査であったんだけど、歌もまた別でダンスやって着替えて待機して。ま、ダンスも10人ずつぐらいやって、私はもう3番だから1番に終わるのね。だからすごい待ち時間がすごい長くって。でそれが終わって一通り多分なんか審査の話し合いなのかして、そっから歌とその質疑応答に入るんだけど、なんかその質疑応答でなんかみんな好きなアイドルは誰ですかとか、なんか STU に入ったらこうどんなことをしたいですかとか、どんなアイドルになりたいですかみたいな質問をされてる中で、なんか私は学校で好きな教科は何ですかみたいな、なんかどういう性格どういうキャラなんですかみたいなの言われたの、学校では。なんかみんなアイドルについて聞かれてるのに、私だけ学校生活のことを聞かれたから、私に興味ないわと思って。落ちた、終わったって思ったらなんか受かったんですよ。ステンレスボトル素敵、ありがとう。これ有名なやつ。これママがピンクで前髪水色、これ好き。
水滴がつかなくて大好き。え、そうだからさ、まあ、その時のさ聞いた意図とかは分かんないけど、私はなんかその時はでもみんなアイドルのことを聞かれてるから、すごいそのでも前幅さ、そんな48のさオーディションドキュメンタリーとか見たことなかったし、もうまさか受かるなんて思ってなかったからなんかえって思って、あなんか好きな教科あ理科と音楽と体育ですって言ったんや。体育は嘘なんですけど、いや嘘じゃないんだけどなんかアイドルやる上で音楽と体育は好きな方がいいのかなと思って、理科だけでいいのに、なんか理科と音楽とあと体育ですみたいな嘘つくなよって感じ体育好きじゃないやろ別にとか思って、体育はガチでなんかその方がいいのかなと思って言っただけなんですけどは普通に好きだった。でも理科はほんまに好きなんよ、好きだったんよ理科、マジで得意教科で大好きだったんだけど、理科と音楽は好きで体育は別に体育はどっちでもよかった、まあ、そう言ってても言ってなくても変わってないんだけど、なんかとっさの判断でなんか体育も付け加えた。まあでも次トップ3好きなの当ててって言われたら、小学校の体育ってほぼドッジボールとかだから好きだったんよ。だから多分3番目に、私勉強嫌いだからなんか来てたと思う、体育がその家庭科とかさ副教科の方が多分来てる。そうでもなんか学校ではどういうキャラクターですかって、なんか発表とかも進んでやる方ですみたいな言ったと思う。なんかなんか怖いお腹の鳴り方が、生き物が住んでるなんかグーじゃなくて、なんか生き物が住んでいる怖いって。合格の決め手だったかな、体育がね。体育って言ってなかったら受かってなかったかもしれないそう、なんかすごい明るくてみたいな、よく喋りますってみたいなことを言ったと思う。なんか発表とかもよくやりますみたいな、自分から手を挙げるタイプです。いやでもそうだった、マジで。あ、実技ね、そう実技、結果は残せんけど好きだった当時から。はい、体育好きですよ、結果は残せないけど。でも高校の体育はなんか実技試験があるんですよ、単位取るのに。でなんか意外と意外とあ、うん、意外とね、なんかその単位をちゃんと取れるところまでいけるんですよ。寝ます、おやすみなさい。体育が好きなコメントのせいです。え、そういうこと？そっか、じゃそれが間違えてたんだ絶対関係ない絶対関係ないやん、その体育好きは。体育嘘だから首か、ちょっと間違えたね、すごい持っちゃダメだね、やっぱね、生きていく盛ることは許されないことだね。でも別に嫌いじゃなかった、次に好きなのはまあ体育かなって思ってたよ、その時は活発だったし、自分が運動音痴だってことを知らなかった、その時は。まだなんか からその時はまだ自分が運動音痴だと思ってなかったから、
んまり。で嘘じゃないの。そう、芋はすで気づいた。そう言われなきゃ気づかないから。私が比較対象に入って初めて気づいた。その、あ、私って足遅いんだとか。私足遅いって思ってなかったから、自分で。なんなら早いと思ってたよ。だって小学校1年生の頃は持久走大会7位だったんよ。50人ぐらいおる中で。7位ですよ。50人中の。すごいやろ。でだんだん遅くなっていくんですけど、みんなスポーツとか始めるからね。みんなスポーツとか、なんかバスケットボールとかさ始めてさ、みんな足が速くなっちゃってさ、どん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 遅くなって、気づけば38位ぐらいに落ちてたんだけど、まあ、でも持久走大会は結構早かったんよ、最初の頃。だからそれで私は運動神経がいいんだって思っちゃってて、私はすごくもう水泳もできるし、まあ、その時水泳習ってたから、で空手も習ってたから空手もできる、私って運動できるんじゃないかみたいな感じだったの。だけどその妹子テレビで初めて私は運動ができないってことに気づいた。でも確かに私腕手足が長いから、そのリーチっていうんですかね、がそうなんか有利だったよ。空手とかで言ったら格闘技系はさ、他の子よりこう手足が長いから、そのと届くのね相手に。だから多分続けてたら割といいとこまで行ってたんじゃないのみたいなレベルだったのね。なんかリーチが長いと結構有利、格闘技においては。で私はパパがもともと先生 でお兄ちゃん2人とも空手やってて、そのママが送り迎えするんだけど、その一緒に見てるのが暇で、私も一緒にやりたいとか言い始めて一緒にやるようになったのね。でやってたんだけど、なんやろ、極真空手じゃない、なんかちゃんと痛いやつ。ちゃんと痛かったよ、泣いたもん、水落ちに殴られて。なんか2個上のその子もその先生の子娘さんで、2個上の女の子に水落ちマジでちゃんと殴られて、ちゃんと痛くて泣いた。あのでパパがいるじゃん、そこにパパも兄ちゃんもママもいるから、あの助けてくれる人続出よ、もう泣きな。でもなんかあんま仲良くなくて、その子とそう、なんかあんまりその仲良しみたいな感じでなくて、なんか本当に、うん、なんかやられたとか。めっちゃ痛くて泣いたの。そしたらなんかスパーリング、ただの練習なのに、ただの練習なのにめっちゃ号泣するもんだから、すごいなんかごめんって感じ、今考えたら。で普通に階段から落ちて、まあでもそのダンスを始めるときに空手にするかダンスにするか、そのダンスの曜日と空手の曜日がそのマジ超かぶってて、まあ、どっちかにしなって言われてダンスを選んだんですけど、よかったねその時にダンス選んでて。でも私が今までで一番後悔してるのは、書道をちゃんとやってればよかった。書道はママに筆とペン、その鉛筆と筆と両方習わせてもらってて、毎週行ってたんだけど、2週間に1回だっけな、行ってて、お兄ちゃんと一緒に。お兄ちゃんがその書道に行ってて、めっちゃ字が綺麗になったので、え、前半も字綺麗になりたいと思って行ったんだけど、まあ本当はお兄ちゃんと一緒に行きたかったとか、お菓子がもらえるの最後に。そしたらもうなんかそれ、私1年生ぐらいから小学校6年生までやってたんよ。なのにずっと汚くて、多分本気でやってないから、あの
お菓子がもらえるとかでやってたの。なんか途中から筆とかもなんか先生が書いたやつの上にこう紙を置いて、トレスって言うんですかね、絵の業界で言ったらね。マジでやっちゃいけない先生のやつの上に置いて書くみたいなことをやったりとかね。なんかその時一瞬はまあそこそこ綺麗に書けても、その学校では黒板を早く消されるから早く書かなきゃいけなくて、それについていけないからで、なんかすぐ黒板消すくせに、なんかノート見せてくださいねとか提出しなきゃいけなくて、書かなきゃいけないじゃん。それについていけなくてめっちゃ汚くなって、気づいたらこんな字になってた。もう本当にありえない。だからね、本当にちゃんとやってればよかった。もっと、いや、もう割とちゃんとやってたはずなんですけどね。お兄ちゃんとかめっちゃ字綺麗なんよ。なんか汚い時は汚いんだけど、綺麗に書こうとしたらめっちゃ字が綺麗なの。なんかそれが羨ましくて、私もう字綺麗になりたいのに、お兄ちゃんばっかり上手くて私はあの時綺麗に、なんか今さ、なんか大きいコンサートでもさ、直筆のやつがモニターに出されたりとかするじゃん。もうあんな公開処刑じゃんグッズにさ直筆のコメントが入ったりとかさ、生写真サイン会でさ一人一人にコメント書いたりとかさ、チェキサイン会で名前書いたりとかさ、なんかもうそれこそヤンマがウェブとかもさそうだし、 AKB 新聞さんとかもそうだけどさ、チェキとか書いたらさ絶対字を書かなきゃいけないじゃん。だからもうめっちゃ嫌なんよ、字を書くのが。だから結構練習したりとかしとったけど、なんか本当にこれでも綺麗になった方なんよ、あれでも。もう本当どうするな、本当にね、もっと小学生の頃、そんなつもりじゃなかったけど、普通にもっとちゃんと一生懸命やってたらなんかよかったなって思う。なんか今もうちょっとその字にコンプレックスを抱えずに、字を書くことに対して苦手意識を持たずにやれてたかもしれないなって思ったら、もったいないなって思う。でもあの黒板を消すのが早いのに、なんかノート集めるとかはやらない方がいいと思うんだよ。なんかそれでさ、まあ、早く字を書くのも、早く正確に書くのも練習のうちだとは思うんだけど、でもそれでさ、見えないぐらい汚い字で書いちゃったらさ、将来に響くじゃん受験の時とかすごい嫌だったよ、私。受験票みたいなやつにさ、全部書かなきゃいけないじゃん、自分の手で。あんなもすごい嫌だった。その時に中学の先生に、あ、でも、字綺麗になったよねってすごい一生懸命褒められたもん。すごい嫌だった。それでなんか、書けなくてさ、追いつけなかったらさ、罰なんだよ。綺麗に書こうとして。追いつけないってなったら、でもノート回収してさ、授業の内容を頭に入れるよりさ、なんかその板書をきれいに書こうっていう方が頭にいくのは良くないよね何の批判を私は大学卒の方々にもちろん本当に自分のせいにしたくないから、それのせいだっていうことにしてるよ。字が汚いのは私の字が汚いのは、私の板書が悪いわけじゃなくて、その私の元々の特質がその良くないのもあるけど、やっぱね、そう授業の内容が頭に入らないの。その書いたことを必死に写すだけの回になってしまっとる。6時間もったいない。でもね、国語とかは結構壊滅的、あの私めっちゃ国語得意だと思ってたんよ。なのに学期末テストとか
国語が一番点数低い。なんか文章問題とかめっちゃ得意だったはずなんよ。だけどテストでやってみたらめっちゃ×とか。あとマイハは基本的に漢字はもう昔からできないの。皆さんわかると思うけど私漢字苦手なんですね。でこれは小学生の頃から苦手なの。漢字を覚えるっていうことが本当に苦手で、それはなんか小学校の宿題でまた学校のせいにしようとして、それ小学校の宿題でなんか漢字ノートを1ページとかその練習してきなさいっていうのがあったんよ。で毎日毎日やらなきゃいけないの。そんなんさ頭に入れるよりさもう作業になっちゃってるのね。そんな頭に入るわけないじゃん。その自分でさ勉強しようって思ってさ自分で隠しながらやるならさ頭に入るけどさ、そんなんやりなさいって言われてさ作業になっちゃってる宿題でさ漢字なんて覚えられないんだからさもうダメだよね。で基本的に漢字は×とするじゃん、一律全部漢字0点だとするじゃん。そしたらあと文章問題しかないじゃん私に残されてるのは。で私文章問題すごい得意だと思ってて、そんなんね、その文章に答えが書いてあるんだからそれ書けばいいじゃんみたいなタイプだったんよ。だけど国語が一番点数低い。小学校中学校高校も含めて私多分人の感情読み取るの苦手だ。そしたらね中学校ぐらいでは今度はいやいやいやそんなんさ読み方によってはさ人によって受け取り方が違うんだから国語の点数なんかさ絶対100点じゃないんだから当たり前じゃないとか言い始めるんよこのひねくれ女が。なんか数学とか理科とかみたいに答えが絶対なんか1個しかないやつの方が簡単なんだからとか言い始めるんですよ何もできないくせに。ありえん、もう言い訳しかせん、よくないですねこれは。そうだね、漢字読めなかった。いそう、しかもそのなんか表裏あってさ裏がだいたい漢字とかだったんや。なのでなんか表もさなんかその文章をさカタカナで書かれてさこのなんか線を漢字で書きなさいとかさやめてくれよって思ってた。でも謎の英語も超苦手なんだけど英語ハローも書けないぐらいだったんよ。今は書ける HELLO ハローじゃないですか今っていうか。で昔はそれも書けなくてなんかなのに謎のリスニング力だけすごいあってリスニングテストがあってさ国語と英語リスニングテストがあるんじゃけどリスニングだけなんか丸なんですよ。なんで逆にリスニングはいけんの、聞き取りはいけんの。なんかその文章はもう読む気になってないの私そもそも。わかんない、どうせわかんないみたいな。どうせ読んだってわかんないからっていうので多分諦めちゃってるのがあると思うんだけど、私ローマ字はいけんのローマ字書けるんですよ。書けるっていうか、まあ、ローマ字は読めるのね。だけど英語ってさ、なんでハローって言ってんだからさ H の後は A であるべきみたいなR なのか L なのかみたいな。でさハローってさヘローって読むじゃん、そのローマ字表記で言うと。なんかさヘローからハローでこんにちはにはいかないわけ私の頭の中では。だからそういうことよ。文章は苦手なんだけどリスニングは意外といけてた。海外から電話来た時聞き取れるけど話せなくて困った。私も聞き取れるのに話せなくて困ったこといっぱいある。
私なんかおじいちゃんと海外の方からよく、おじいちゃんおばあちゃんと海外の方からよく声かけられて、場所聞かれるんですけど、海外の方はほんまに聞き取れるけど、なんて言ったらいいか分かんない。でも最近はね、 Google とかっていう強い味方がいるからね。なんかスペルとか分かんないんよ私、そんなこと言われても。なんかこの前カレー屋さんに、その楽屋が私たちの後を使うみたいだったから、なんかその応援メッセージ書いて帰ろうよみたいな、あいいねみたいな感じになってさ、そのファイトですってみちゅが書いてたんだけど、代表でね、なんでこの人はすぐファイトのスペルが出てくるんだろうって思ってたもん。カタカナじゃないんだ。英語話せること言いますか。ね、めっちゃ面白い。うちはレコチがいるからね。でもそういう時にさ、その必要最低限の英語ぐらいは話せるようになっときたいなって思わない？けどマイハはマジで書くのはマジで無理だ。読み取るとか聞き取るはいけるかもしれない、まあ話すもいけるかもしれないけど、書くのだけはマジで無理。漢字もそうだった、読めるけど、読んだりとか、その言いたいことを理解することはできるけど、なんか自分が書くことはできない。確かに Google がそうだね。なんか全然話は変わるけど、スパイファミリーのアーニャが、日本のアニメではさ、なんか父母って言ったりさ、頑張りますって言ったりさ、なんかその言い回しが可愛いみたいな感じだけど、海外のスパイファミリーはなんかもうママパパで頑張りますだし、そのアーニャの良さが5割も伝わらないって話題になってました。なんか言いたいことがさ、言いたいような表現でさ、しっかり伝わらないのってなんかもごもごしない。だからネイティブになりたいんですよっていうのが言いたかったんですよ。あ、字幕ね、最高ですねそれ。うん、らしいです。だからさ、なんか必要最低限喋れたらいいんだけど、言いたいことをより具体的に伝えたいってなるとさ、やっぱそうネイティブにならなきゃ無理じゃん。こんな感じとかさ、ああでこうでって。でも日本語習得できて、日本語の漢字も習得できてないのに英語を始めるべき。なんかさ、別に日本で生きてて日本語に困ることあんまないけど、なんか英語とか韓国語の勉強を始めようとすると、先にその外国語よりも先に日本語やる勉強があるんじゃないのかみたいな、なんか勝手になんか悪魔が入り込んでくる。そう、日本でしかその通じないさやつあるもんね。確かに、あざざまーすとかもさ、あれが可愛いのに、あれも多分ありがとうになってんだよ。そう、日本語でもニュアンスじゃん、その頑張るますって。別に日本人が頑張るますって言ってるわけじゃないし、それが正しい日本語でもないけど、なんかニュアンスじゃん。日本に来たなら日本語喋るやっても、それちょっとわかるけど、でも英語が世界共通語じゃん。だから喋れない日本人がおかしいのかなと思って、もっとさあ、小学生の今の子はやってんのかな分かんないけど、今の子ってみんな iPad 持って勉強やってんだよ、やばくない？なんか小学校の頃はからもう日本語と同じように英語の勉強を始めといてほしかった私は。そうでもない、あ、そうなの？なんかみんな英語喋れてるイメージあるんだよね。海外の人ってそのフランス英語なのか何英語なのか分かんないけど、みんな英語に聞こえるから。
の人は英語と日本語なんか3カ国語ぐらい喋れてる人多い。小学校から英語やってない。なんか5、6年生ぐらいで外国語の授業がポンってあって、なんかちょろっとなんかドックとかアッポーとかやってた。そんなんやらんやん絶対。そんなんやらん。いつ使うんそのドックとかアッポーって。絶対もっと使う。なんかそのやるべきことあるよね先に、その単語より先。でもさあれじゃん、小学校1年生でさひらがなのさ勉強とともにさアルファベットの勉強始めてたらさ、6年生ぐらいに同じぐらいの学力になってるかもしれないじゃん。そのまあ普段使うのが日本語じゃないからあるかもしれんけど、って思ってさ。そうこれはペンですってやら。でも私の幼稚園はたまにあったかも。幼稚園の一番、ね、年長さんっていうんですかねの頃はあったような気がする。なんかほんとたまになんかドックまたドックまたドックなんですけど、あの聞こえた方のなんか動物か果物かドックって言ったらなんかちょっと動物だって思ったらこっちの壁に走るみたいな、でそれが最後の一人になるまでやるみたいなやつがあった。This is a pen ってほんまにいつ使うん？外国の人にそれは何ですかって喋られかけることないじゃん。Turn left とか先にやるべきじゃない？見りゃわかるやろ。ねえめっちゃおもろい。いやほんまに、その道を聞かれることが多い日本にいて。海外の人から声かけられるって大体さ、なんちゃらステーションとかってさ、なんかここ駅行きたいんだけどどっちみたいな、絶対まずターンレフトとかさ、絶対さ ここは左に曲がってとかってさ、そっちの勉強先にするべき絶対。 This is a pen よりもハローはいいよ、挨拶だからね。ハローとかさ、なんか I have a みたいな、そういうなんか自己紹介とか、その私は英語喋れませんよとかさ、そういうのから絶対喋れるようになるべき。韓国だけで生活的そうなん？そんなめっちゃ韓国すごいイメージあるけど、今だからなのかな。確かに K-POP のファンの人日本の人も多いもんね。日本の人めっちゃ韓国好き。まあまあでも英語に触れるっていうのはまあ大事なことよね。今になったらさいつ使うんやって思うんだけどさ、その頃は大切な、数少ない大切な英語だから。絶対地球儀とかのなんかワールドとかよりさ、絶対先にターンレフトとかやるべき。え、 I find thank you and you ってさあるじゃん。I'm fine, thank you, and you? って。あれ、ほんまに使う？ I'm good って言わん？ね。あれ、I'm good って言うよね。あの、海外の人って。その丁寧に I'm fine, thank you, and you とかさ、 I'm tired とかさ、あの練習ばっかりしてたけどさ、あれ絶対使わないよね。 I'm tired とか、そのいつ
いつ使うん、その私は疲れていますとか、私はお腹が空いてます、アミもアングリーとかさ絶対する、絶対やることあるって別に違うところで、いやいいんだけど、すごく素敵よ、 I'm fine thank you and you って。英語でももクロ紹介できないですね。 I love Japanese idol ももいろクロバー Z love love ももクロが好きってことはわかる。You are welcome じゃ日本語で書くのやめて、そのひらがなで、せめてさ、せめてカタカナとかさ書いてくんない、そのなんか日本語やんマジの、ひらがな You are welcome。 だって海外の人とか結構アハーンとかでさ乗り過ごすやん。日本人だってさ、ありがとうって言われたらさ、あやーとかって感じやん。いやいや、こちらこそありがとうとか言わないじゃん。いや、いい、まあ、いいよ。それはいいよ。あの、それはあの、全部できるようになってからやればいい、いい話じゃないけどね。押すだけで見かせる。ねえ。ごきげんようも言わない、そうやんな、まあ、それで言うと日本はヤッホー元気って言わないけどね、元気だよあなたはとか言わないけどね、その文化は日本にはないんだけど、外国の人もいた、本当にいい、ね、息してるって言ってる天地村マジで、なんかもっともっと早い段階で英語をやりたかったな私は。でもなんか本当に小1とかのそのあいうえおって書いてる練習の時からアルファベットもやってないと私多分喋れないわ。なんかこれも当たり前なんで、もうできて当たり前なんだよっていうその領域に達してないと私多分やらないと思う。なんかじゃないと別にやらなくていいならやりたくないしっていうタイプだからめんどくさがり屋で、ほんでなんか言い訳言い出すし、そうね、英語って喋れてた方がいいのかな、やっぱり今からでも勉強するべきなのか、まあ別にいいんじゃないなのか、アメリカ行け行きたいよ。なんか途中でやめるんよね、韓国語とかもそうやけど、ハングルまで覚えて途中でやめるとかね。途中でやめちゃうんだよな、これは良くない。そうね、でもさ、なんかこうアイドルをやっていてさ、いろんな国のファンの人がいるわけ、台湾とか中国とか韓国とかアメリカとかさ、オーストラリアとか、まあそういろんな国の人がショールームに見に来てくれてとか、お話し会来てくれたりとかするんだけど、やっぱそういう時にさ英語とか話ができてたらいいなって思うよね。ね、どこだっけ、なんかさもうめっめっちゃ分かりやすい、もう単語しかないみたいな国あるよね、ドバイだっけ、違うっけ、なんかどっかの国でマジで日本人が一番習得しやすいと言われている国の言語があるんよ。手話ね、手話ね、私も手話なんかできてたらいいなってめっちゃ思った。あのたまにいるんよね、その
筆談でさやるとさやっぱ時間かかるから、それで言うとお話し会とかもさ時間で制限されてるから、その書く時間もったいないから、そこで手話ができたらマジで最高だなと思うんだけど、やっぱその手話を必要とするっていうか、前派のファンの人でその手話じゃないと喋れないよって方がお話し会に毎回来るとかじゃないし、私はまだ筆談での方に出会ってないんですよね。だからあの手話を必要とする機会がなさすぎて、やりたいなとは思ってるけど、その優先順位が上がってこないとか、外国のファンの方って日本語もうまい、え、わかる、よくよく来るね、本当にすごいと思う。ずっと前から握手会来てくれる外国の方おる、おるおるおりますよね。手話ができたら、いや、わかんない、筆談もうそうなんじゃない、わかんない、なんかでもみんな筆談の方ですかみたいな質問ないですよね筆談だったら時間伸びるとかだったらまだいいけどね。でも手話もさ本当に英語と同じぐらいのその一つの言語のレベル、オンラインもまあその方とは違う方やけど、普通に今カナダはこんな感じだよってめっちゃすごい積もり積もった雪を見せてくれたりとかする方もいますよ。わーおって言ったしかもさ、なんかひらがなが読めたらいいとかじゃないじゃん、もう漢字もマスターしなきゃいけないじゃん。だからまあそれをに比べたらさ、アルファベットでいける英語の方が、まあ確かに日本語はむずいじゃん、ひらがなカタカナ英語、え、英語ひらがなカタカナ漢字があってさ、しかもなんかローマ字とかも始まってさ、なんかめんどくさいけど、アルファベットだけだったから、まあ確かにそれで言うと海外の方が、え、もう終わるじゃんね。しかもなんか同じ言葉でも違う意味になる、なんか橋と橋とかさね。ってなるよねなんか漢字も同じ、箸と箸もそうだけど同じ単語なのに違う漢字とかさ、本当にめんどくさいよね日本語って。よくできてるよね、こんなに私バカなのに。まあ漢字できないんですけど、普通に海外の人の方が詳しい日本語、四字熟語とかめっちゃ勉強してくるからびっくりする。わかんないわかんない、以心伝心とかしかわからん、前は、ね、でもなんか日本語が難しいけん他の言語に手を出せれんのもあるかも、なんかこんな感じなんだって思っちゃったら、なんか苦手。お腹鳴った、また韓国語も、え、そうなの、漢字あったん韓国、お腹鳴ったわ、寝よ確かに1杯2杯3杯ね。あとあの漢字のさ123まで来て4で急に違う漢字になる時とかマジ絶望したもん私。なんでなんで4本じゃないの1でしょ、2でしょ、3でしょ、4じゃないのなんで急に変わるのって思ってたもんマジで。でもあんなもう棒ばっかりだったら私多分1,2,3,4,5,6かな、これは9だ。母国語で大学を勉強できる子いますかね。そうなの、
終わろうね。寝ようね、みんな。寝ましょう。うん、とい。13、ひさし、ありがとう、12、マイ8度マーク。今日も仕事頑張って選んで結婚してください。やーだねん。じちやすまくらくさん、ありがとう。ずい、でんのさん、ありがとう。きゅうかっちゃん、ありがとう。マイ8、ワンタンさん。ありがとう。7位、しょうなのさらさん、ありがとう。6位、ももさん、ありがとう。5位、たかさん、ありがとう。4位、ゆうさん、ありがとう。3位、けいせきさん、ありがとう。2位、まさぴょん、ありがとう。第1位、うーしおさん、ありがとうございます。イェーイ。ではでは、まさかこんな時間までやるとは思いませんでしたけれども皆さんありがとうございました。明日も元気だったらやりますので、元気なことを祈って寝てください。じゃあ明日も頑張りましょう。今日も一日お疲れでーす。またね、せーの、バイチャ、おやすみ。あ、あきぴありがとう。たこありがとう。みんなおやすみ。バイバーイ。また来てね。